はい、三五時を出ますよ。オレンジ353、下がるんだっけな。分かんなくなっちゃった。前方に見える、ね、街並みは前橋市ですね。まあ、下り坂だからスピードが出ちゃうよね。わあ、ソーラーパネル増えましたよね。まあ、ちょっと今ね、明るい方向へ向かってるからあまりよく映ってないかもしれないね。ってるから、まあ、40キロ制限だから良しときましょうね。
この看板なんかペヤングの焼きそばに見えちゃうんですけど、田島食堂焼肉日替わりランチ大小ご宴会、面白いね。今日はね、まあ、雲一つない、まあ、快晴なんですけど、まあ、風が強いですね。もう11月に入ってますんで、まあ、ちょっと薄着するとですね、まあ、寒い感じですよ。朝晩もね、だいぶ寒くなりました。もうね、電気ストーブをね、つけ始めちゃいましたね。まあ朝だけですけど、ここね、まあ、県道101号線なんですけどね、まあ、ちょっとここをね、右折しちゃうとね、大変なんですね。まあ、国道17号でね、小熊っていうところまでね、敷島の方まで行っちゃうんで、ここはね、間違えないようにしないと。11号線ですね。まあ、先ほどのね、まあ、サンゴ地があった場所はね、まあ、昔旧宇治見村のね、石井っていうところなんですよね。まあ、これね、よくね、石井県道なんていう言い方するんですね。今はもうしないのかな。宇治見モール、まあ、宇治見モールじゃなくていいよね。赤ちゃん王国だって。ベイシアフードセンター、レギュラー119円、会員価格。
76号線まだですよ。煙、これね、発がん性物質があるからね、まあ、肺がんとかになっちゃうと大変だよね。あ、ここは右でいいんじゃないかな。工事のおじさんたち、まあ、コールタールの、まあ、軍人っていうか、そういった機体を、まあ、防ぐようなマスクしてませんでしたね。どうしようかな。まいったな。直進しちゃった。まあ、ちょっといけませんね。あ、まあ、要はですね、縄文大橋を渡りたいんですね。橋の向こうにはなんだっけ、縄文大橋の向こうにはね、まあ、ベイシアがあるんだね。ベイシア、どっちかなこれな。縄文大橋、島公園とか。小出発電所だった。こちら側にも四季島公園は駐車場があるんだね。うん、今度は左行ってみようか。
公園の面影がありますね。まあ、面影っていうのはちょっとおかしい。もうだいぶ紅葉してきましたね。大きな通りでね、まあ、縄文大橋行ける道があればいいんですけど、これねアップした時にね、まあ、どこを 通ったかね、まあ覚えておかなくちゃいけないから大変なんだよね。この通りかな。縄文大橋左。よかった。よし。お？なんかこういった感じの信号珍しいな。こちらのスーパーにも石崎佐々木ありますね。清水スーパー。まあ今ね50キロで走ってるんですよ。皆さん60キロくらい出てるよね。まあ今の信号ね、右に行くと道の駅吉岡温泉ですよ。あ、県道161号線だね。
で県道15号線時間的にはまだね、2時ちょっと前です。いつものスーパーマーケットにやってきましたよ。まあ今ねお腹が空っぽなんでねいっぱい買いそうですね。よっ、すごい車の数ですね。車あれですよね、まあ早くね目的地に着くっていうこともまあそうだし、まあ歩かなくて済むっていうのもあるし、まあ何よりですね、危ねえ、何よりです、買ったものをですねたくさん積めるという、まあそれがね最大のね、まあ、利点っていうかな。やっぱり徒歩なんかだとね積めないもんね。じゃあまたこちらに止めさせてもらいますか。まあ歩くんが大変なんでね。よいしょ。はい、到着いたしました。はい、こんな感じですよ。じゃあご視聴ありがとうございました。さよなら。